いや、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。ありがとうございました、本当に。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。いただきます。俺最初に思ったんですけど、あのピアノのリフが全てを決めてたと思って。ああ、わかるわかる、ね、あの普通にイントロからずっとループで流れてる。あ、はい、普通ループのね、はいはいはい、あれがもうあれがすごい良くて、もうそう導かれてるって話戻っちゃうけど、もう本当にあれがかなりフックなんですよ。よかったです、本当に。なんかいつもさ、トーフビートの曲はさ、イントロがいいよね。いや本当にイントロからいいよね、掴まれるよね、うん、そう、それもボーカルが良かったから、はい、イントロ短しようってなったんですよ。ああ、そうなんですね。そうそうそう、もっと長く、 な、ね、なんかさ言ってた通り、そのクラブでもかけれる感じにしようかなって思ったのを、うんうんうん、ボーカル曲やなこれって、うん、歌物やと、ね、歌物で、うん、歌物の感じでいこうみたいな、うんうん、なんか曲のテーマというか内容とかっていうのがあるの？あ、なんか曲のテーマはでもペイントイットスマイルっていうのをいただいてて、オッケーって感じにはなったんだけど、やっぱ書いてて自分の思い的にはやっぱもう世の中暗いっていうのがベースにあるなっていう、そのペイントイットスマイルってまあちょっと別の場所でも言いましたけど、あのね、ベース暗いんじゃんっていうのを笑顔に塗り替えるって言ってるから、その暗い部分をどう出すかと、なんかどう塗り替えていくかっていうのが結構自分の中でポイントになってて、今の感じてることとか時代みたいなものとかは自分の目線で書きたいなっていうのはあったから、そこが伝わってて欲しかったなっていう感じ。これでも歌詞どういう感じで書いてたんですか、二人で。最初私がざっくり書いてて、でしんくんも同時で進めてたんですけど、私はどんな感じになるかなっていうのをまだもらってなくて、渡したりとかはしてなかったんですけど、なんかレイチェルが結構自分のパートがっつり取ったやつを最初に送ってくれて、でそこで初めて歌詞も聞いて、めっちゃいいよこれ、うん、これめっちゃ言ってくれたからめっちゃいいよ、めっちゃいいよ。でなんかもう普通にワンコーラスしっかり出来上がってたから、うん、そうだね、でもここで曲としてこう必要なテーマとかを回収してる感じがあったんで、うんうん、もうなんかあとはあ、じゃあ自由にやらせてもらいますね、うん、みたいな感じだったから、うん、俺は、ね、うん、でもその歌詞の中にさ、実はバカルディ要素が、いやそうなんですよ、しんくん入って、あ、俺のやつね、うん、え、ちょっと待って、積み重ねてく 1% 塗り替えて、塗り替えて、そうこれってとこあるんですけど、何の 1% やねんってなると思うんですけど、なんかそのバカルディ の、 その、うん、この商品としてのこうシェア、うん、市場のシェアみたいなのって、こうそんなにめちゃくちゃでかいわけじゃなくて、うん、例えば日本とかだとその発泡酒とかビールとか、うん、その辺がめっちゃメイン占めてるみたいな、うん、その逆に言えばめっちゃシェアとしては少ないから、うん、割合が 1% 伸びるだけでえぐいぐらい業績伸びるみたいな、なるほどなるほど、話しててあ、そういうそんな話があったんやね、そう最初聞いてた話あって、俺それすごい印象的で、うん、あ、なるほどねみたいなすごいマーケの方や確かにマーケかしら、そうマーケの方や、いやでもなんかすごいかっこいいなと思ったのが、私もそう思ったよ、そう要はシェアが少ないから会社としてダメなんだとか、うん、なんか弱いとかそうなんじゃなくて、え、逆に言えばむしろ伸びしろえぐいって、うん、伸び放題じゃん、マジでそういうことやんって思ったし、なるほどね、なんか結構それを自分に重ねてちゃってたんですよね。あ、なるほど。なんでだから、うんうん、アーティストとして音楽してるとかそういうのもそうだし、うんうん、そうそうそうっていうのがそこのリリックに込められてる、うん、なるほどね、そうそうそう、すごいね、 1% だけ聞くとちょっとなんだろう、ネガティブな印象を受けるかもしれないけど、うん、そうじゃないんだよっていう、そうそうそう、むしろバカほどポジティブみたいな、なるほどね、塗り替えてるっていう、ね、あ、そういうことなんや、そうなんですよ、でも歌詞よう考えたらこれ気になるところいっぱいあって、いやそうっすよね、リファレンスとかさすごくないあれはすごい歌詞よな、リファレンスからサビに行く曲なんて俺確かに確かに、ま、サビ行く前の最後がリファレンスなんや、そうだからめっちゃなんかまあよくさ、その、まあ、先輩アーティスト近田春夫さんってめっちゃベテランの人ですけど、 あの人がよく言うのがそのなんか歌詞になんか待って待って、ね、待って、どうしたの、私も近田春夫さんの本読んで、うん、いつも あのあれ、あの近田さんの名言、そう歌詞のね、そういい歌詞の条件、そうこれレイチェルからどうぞ、うまく言えるかな、いい歌詞ってなんかその今まで使われてなかった言葉が入ってるみたいな、うんうん、まあ、今まで使われてなかった言葉が入ってたとていい曲になると限らないけど、私の中ではその言葉がすごいお守りみたいになってて、うん、とりあえずどっ
か一箇所、チェルミコの曲でもそうだけど、普通の歌詞では聞かない言葉を入れるようにしてて、それがリファレンスで気づいてくれたっていう。いや、しかもその近田さんの名言言ってるのやばいね。俺もそれもすげえ心に刻んでて、はい、そのまあよく耳なじみのある言葉だけど歌詞に使われてない言葉っていうのが、うんうん、まあその歌詞に入ってるっていうのがめっちゃいい歌詞の条件やみたいなことよく言ってて、なるほどみたいな。だから耳なじみいいだけだと引っかかんないし、はいはいはい、耳なじみなさすぎてもなんだろうで終わるしっていう、うんうん、でリファレンスはなんかまあ音楽やってる人とか、うん、まあ、何か物作ってる人はよく聞く言葉だと思うし、ね、実はあの曲書いてて一番最初に出てきたのがあそこの場所だったの、サビ前。天才やん。すごいな。だからそっから全部増やしてた。あ、フックより先に B メロ出てきたんや。そう、おもろ。で行こうって、なんかあの、なんだろう、ベーストラックのこう盛り上がり感、うん、ここで行くぞっていう風に作られてたのが気持ちよくて、でもあれを思いついちゃったからフックのキーがあんな高くなっちゃった。そうなの、そうなの。もう後には弾けなくなってしまった。スーって言っちゃったらもう行くしかないもんね。スーって言ったらもっと上行かなきゃってなっちゃって。なるほどね。いや、ハモを下げれるのにって連絡したら覚えてるもん。もう押さないで押さないでってなったけど。なんか2000年代のなんかハウス、はいはい、ああいうのがやりたかったんよ。私はあの現場で全員が肩組んで大合唱の弾き方、うん、もう大ボーカル、大ボーカル、しかもデュエット